前橋育英高校のウェイトリフティング部では、能登半島地震で被災した石川県珠洲市にある飯田高校の部員を招き、共に出場する全国大会に向け合同練習を行っています。前橋育英高校で昨日から練習を行っているのは、石川県珠洲市の飯田高校ウェイトリフティング部の部員と浅田久美監督ら8人です。部員らは能登半島地震で被災し、現在金沢市などで避難生活を送っていて、全国大会が直前に迫る今も十分な練習ができない状態です。浅田監督と以前から交流があった前橋育英高校ウェイトリフティング部の原徹監督が来県を呼びかけ、この合同練習が実現しました。共に同じ全国大会に出場する2校の部員は、互いに刺激を受けながら練習に汗を流していました。このような機会を設けてくださったその浅田先生と原先生には感謝です。はい、能登の方々へ元気づけるのをしっかりとして、その目標は優勝として頑張っていきたいと思います。なんてお礼言ったらいいかわからないぐらい感謝しております。一緒に練習できるという喜び、ね、それを本当にかみしめながら、はい、やってる姿を見て、育英の生徒さんとも一緒に練習させていただいて、素晴らしい刺激をいただきながらできていることに本当に感謝しております。連絡取ったら練習ができてないという形 で、なんとか練習させたいという気持ちがあって、呼びました。練習ができるこの感謝の気持ちを持ってこう石川県の選手やってるんですよね。そういうのを見て、うちの前橋育英高校の生徒もそういう形でそういう刺激を受けて一本一本大事にやってくれればいいかなと思いますけども。飯田高校の一行は明日の午前中まで前橋育英高校でトレーニングに励みます。両校が出場する全国高校選抜大会は今月23日から石川県金沢市で開催されます。